どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、第一生命ネオバンクデビットカード 20% 還元キャンペーン開設ということで、動画ねやっていきたいなと思います。ということで、第一生命ネオバンク、皆さん知っておりますかね。最近ですね、こちらの住信ネット SBI ネット銀行はですね、こちらいろんな会社とコラボして、まあ、銀行を作るみたいなね、まあそんな感じなんですかね。 T ネオバンクとかもね、最近ね、あの銀行ポイ活とかでね有名だったりするんですけども、まあ、今回ですね、こちら第一生命のネオバンクでデビットカード 20% 還元キャンペーンということで、こちらね内容結構いい内容になっておりますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、キャンペーンの内容なんですけども、期間はですね、2023年の5月の1日から2023年の6月30日までっていう風になりまして、今回の特典が 20% 還元っていう風になります。こちらね、デビットカード利用がですね、こちら 20% 還元という風になりまして、上限がね、5000円までって言った形になります。こちらね、20% の上限が5000円までということで、対象支払い金額は2万5000利用していただくと、5000円がね、キャッシュバックされるっていうキャンペーンになります。で、こちらの特典の付与はですね、2027年の7月頃にね、付与されるっていう風になりまして、対象の支払いがデビットカードを利用した支払いで5000円以上でね、対象っていった形になります。で、このデビットカードっていうのはですね、銀行からね、すぐにね、引き落とされるっていう感じになりまして、まあ、使いすぎがね、防止できるみたいな、まあ、こういった形になるわけなんですけども、今回ね、20% 還元で利用することができます。で、このね、第一生命のネオバンクのデビット決済っていうのは、もともとですね、0.8% 還元がね、あるみたいなので、今回ね、20% 還元キャンペーンなんですけども、通常分はね、こういった形で別に付くみたいになりますので、20.8% 還元っていう風になります。またね、この 0.8% 還元は、T ポイントでね、獲得することができるっていう風になりますんで、こちらは、200ポイントですかね。はい、2万5000利用していただくと、はい、そうですね。200T ポイントがね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、ビビたるものですけどもね、ANA マイリンも交換することができるっていった形になります。でね、この第一生命のネオバンクっていうのはですね、ATM 他行宛ての振込手数料がね、各5回ね、月無料っていう風になっておりまして、またね、先ほど言った通りですね、デビットカードの還元が 0.8% ついて、しかもね、年会費無料でね、利用することができます。またね、発行手数料とかもですね、口座開設期にデビットキャッシュカードを申し込みいただいた方は、発行手数料無料でね、利用することができて、こちらね、0歳のお子様から口座開設ができるって言った感じになるんですよね。まあ、なかなかね、0歳から口座開設するっていうこともね、なかなかね、ないと思うんですけども、こちらね、今回のキャッシュバックキャンペーンね、2万5000円利用していただくと、まあ、5000円ね、キャッシュバックしていただけるっていう風になりますんで、小さい奥様持たれてる方でキャンペーン参戦したいっていう方は、もう家族全員分ね、あの、口座開設していただければ、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、かなりいいですよね。で、またね、今回のキャンペーンね、紹介させていただいた、まあ、あの、こういうちっちゃいキャンペーンってあんまり私の動画使わない、あの、取り扱わないんですけども、今回のキャンペーンね、まあ、20% ということで、還元が多いですよね。まあ、2万5000利用していただくと5000返ってくるっていう風になりますんでね。で、これで家族はね、みんな利用することができますんで、まあ、何人かね、ご家族いたらみんなで利用することができるっていう風になりますのと、あとね、対象外のね、決済先が、こちらのね、動画作ってるのは2023年の5月の1日なんですけども、こちらね、記載ないんですよ。ですので、今回2万5000利用していただくて、5000キャッシュバックね、していただけるわけなんですけども、こちらね、Amazon ギフト券チャージとかもね、OK っていう風になりますんで、これもね、めちゃくちゃ楽でいいですよね。まあもちろんね、あの、Amazon ギフト券のチャージとかも OK ですし、まあその他ね、あの、マスターカードブランドということで、au pay プリペイドとかね、まあそういったもののチャージでも、まあ、OK っていう風になりますんで、まあここからね、ミニストップで楽天キャッシュ買っていただくみたいなね。まあこういった感じで利用していただいてもいいですし、まあこれでね、楽天キャッシュで楽天ペイで税金とかね、払ってもいいと思いますし、まあそのままデビットカードとしてね、まあスーパーとかね、日々の決済とかで利用していただいてもね、まあいろんな利用方法ですね、今回のキャンペーン参戦できるっていう風になりますんで、ぜひね、参戦していただければなと思います。
それでは次ですね、ちょっと今回おまけということで、ポイントインカム、ポイントサイトでありますよね。まあ私の動画見ている方はですね、結構利用されている方いらっしゃると思いますし、まだね、名前は聞いてるけど、登録ね、されてないっていう方いらっしゃると思うんですけども、ポイントインカムっていうのは定期的にですね、登録してポイント交換していただくと、Amazon ギフト券をね、1000円もらえるキャンペーンをやってるんですよね。で、2023年の5月の1日から、ポイントサイト、ポイントインカム、新規で登録していただいて、ポイントを交換していただくと、こちらね、Amazon ギフト券が1000分ね、もらえるっていうね、キャンペーンを開始いたしましたので、もしね、登録されてない方はですね、今回のタイミングでね、利用していただくとかなりおすすめっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。概要欄にですね、URL 載せておきますので、登録していただいたらですね、ぜひね、こちらの案件、D プライムっていうね、こちら三井住友信託銀行の情報銀行のね、アプリケーションなんですけども、こちらのアプリですね、登録していただいて、会員登録していただいて、本人確認で、オファーがね、いろいろあるんですけども、それをね、1個受諾していただくと、こちらね、即付与でポイントがですね、1100円分もらえるっていう風になるんですよね。で、今回のこの Amazon ギフト券1000円もらえるっていうのは、ポイントを獲得していただいて、ポイントを交換していただくと1000円もらえるっていう風になりますんで、この案件ね、iOS と Android 両方ともあるわけなんですけども、これ登録してオファー受注していただいて、それしたらね、ポイントすぐね、もらえるっていう風になりますんで、それでね、ポイントもらったらポイント交換、なんでもいいんですけども、交換していただければ、まあそれでね、Amazon ギフト券1000円もらえるっていう風になりますんで、非常にね、簡単にクリアできますんで、ぜひね、こちらは利用ね、していただければな、なんていう風に思います。これでね、Amazon ギフト券1000円もらえるんだったら、かなりいいのではないのかなと思います。またね、マネーパートナーズ案件ね、やられてない方、まだ結構いらっしゃると思うんですけども、こちらの案件ね、私特別 URL いただいておりますんで、ぜひね、こちら概要欄に載せておきますんで、ぜひこちら、お金かからずですね、この1万200円分もらえるっていう風になりますんで、以前の動画でね、詳しい解説出しておりますんで、まあそちら見ながらね、やっていただければ、まあほぼほぼね、簡単にできるのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、まあこれでね、1万200円取れるのはね、かなりいいと思いますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。またね、このマネーパートナーズっていうのは、公式サイトのキャンペーンでね、こういうのをずっとやってるんですよね。これもう3月の頭ぐらいからやってるんですけども、まあ今週はですね、31アイスクリーム200円のギフト券が、まあこちらね、こちらも解説一緒に出しておりますので、ぜひやっていただければなと思うんですけども、これに関してもですね、本当に5回ぐらいクリックすればもうもらえるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひおすすめっていう風になりますんで、利用されてない方は参戦していただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。